ハロー、桜橋ちゃんです。ソニックマニア実況プレイ始めてまいります。今回ですね、カオスエメラルドを全部集めた状態になっています。表示出ませんけれども、その状態で、このエッグマンを倒せば、核戦技が見れるとのことで、いじりじり、早速ダメージ切っちゃったな。っていうかもう久しぶりにやるから、どう倒すのかちょっと、覚えてないっすよね、正直。危ない危ない危ない。もう、そういうのあり？ちょっと待って、で、リング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 、なくなった。いるかこれ、待ってこれ。あ、いか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 。あー、そっか、こっからか。あ、ただ、リング。助かったで。これ、どうすればいいの？なんか、どんなすか。あー、いいのか、いいのか。あ、今のダメージ当てるチャンスだったかな。電車止まってから、そこ、入って、もう。それで、リング1枚だけ取っといて。危なっ、ちょっと待った、待った、こっち、そこで、やりました。さあどう来る、まあ、これは左手に行ってみましょうか。右手か、相手側から見たら。これ何、これこんなパターンあったっけ。危ない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 、何しだすんだと思いきや、よしよし、これ乗るの、乗るんじゃないんだな。ああ、はい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 、あのホッピング使っていくか。ミスったミスった。どう来る、ミサイルが来たらあれだけど、おいで、オッケー、危ない、ミサイル来るとしたらこの時点で危ない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 、だむずこれほんと。はい、というわけで参りましょうか。で、3枚だけ持ってってな。はい、ガヤク、演出なげえんだよ。はい、ガヤク、早くしなよ。どうせこっちには来れねえんだろう。はい、はい、もういいか。オレッド、ブレ、はい、これ死ぬ気られるのか、ダッシュで。これこれちなみに抜き出せる、これよっと、ダメですね、これこれはどうあがいても避けられないですね。なるほど、危ない危ない危ない、よしよし、あ、これ上からこれ叩くと出るんだな。はい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 、あー、違った違った、そう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 、まだ、はい、まず1個で、あれ、よし、もう1回当たってますね。はい、1人です。あ、さっさと捕まりましょう。待って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 、いい、待って待って待って、なんどこ、あーダメか、待って待って、リングがリングが取れない、待ってろ、これジャンプ、ジャンプしても坂道があってるからちょっと戻りづれえな、これよいしょ、これ無理か、やっぱしっかり対策が施されているみたいですね。ここでやってくれんなら好都合。はい、で、もう一丁、無理か、一応立たすのは2発くらいまでか。はい、あぶれ、よし、はい、で、よし、これはさっさと捕まろう。こっちだな、これは何だったっけ、確か、あー、で、お前そっちか、待て待て、リングリングリング、取れなかった、これまずいぞ、ダメージ受けねえぞ、もうこれ大概ここのエクマンはそんな難しくはないから、よけるの、うい、ってで、ここからミサイル来るから、うい、とね、で、ここら辺ためで、そろそろ壊れるだろ、1個くらい壊れないか、
うーん、そっち行こうか。リングない、リング、リングが欲しい、リングが欲しいってないか。ダメだ、ないな。あったあったあった、よかったよかった、助かったぜ。下のやつ一応つけろ。だって自分がどういうのか分かんねえんだってこれ。よし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 、危ない危ない、リングしっかり補給できましたね。いやー、優しいボスさんですこと。お、こうすごい、ほい、もういっちょ、もういっちょ、ほいしょ、ほいしょ、いいよいいよ、手強くやった。で、この辺で、ほい、あぶれ、あまじこれダメージ受ける、ちょっと、あ、無理か。とりあえずこっち側行って、これどっちがいい、右手行く、左手か、相手側感じたら左手ですね、これ。ほい、とりあえずリング取って、ほい、こう、こう手を受ける。よし、ダメージ与えられましたね。一旦左側に待機で放電するから、その隙を狙ってよし、 OK。 さあ、ここからですね。おっと、何やらファントムリングの効果が、何これ、なんだ。おお、なんか奪い合ってる、ファントムリングを。ファントムルビーか。よしか、これはどうやればいいの、こう、おお、こう、とりあえずリング、リング拾っていこう。一体これはどうすればいいの、こう、ちょいちょいちょい、どこにいる？もうほんとソニックジェネレーションズみたいな分かりづらいやつはほんと禁止ですよ。よしよし、いやでも落ちていたない、リングがしっかり詰めて、リング、そこまずいな、リングがない、危ない危ない、でもね、リングが全然ないんだけど、あんまり調子乗ってダッシュしてみたらいかんか。どこいる、待って、こんなところで待ちたくねえんだけど、危ない危ない危ない、ちょっとリングしっかり溜めておいたいと。あーあーあー、リングが、これ難しくねえか、なんか、うわー、これあれですよね、もし、もしかしてどっから、あ、よかった、ここからか。そうやって、これイベント飛ばせないのかな、なんか飛ばせないですね、これ。空中ダッシュはあんまやらない方が良さげかな。これは一体何が起きてんだろうな。なんかエッグマンとなんかいろいろ出てるけど、あれをしっかり打ってからじゃないと。いて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 、ちょっと待って待って、どいどい、そこ、どう、ほい、そこだ、よし、で、これ、オッケーオッケー、やったやった。あ、ファントムリングの奪い合いやってんのね、今。待って、こう、出てしっかり拾って、で、当たらないように当てていけばいいのか。なんとなく戦い方は分かってきたぞ。で、あのファントムルビーのこれは、あのぶつかったらダメージ食らうから気をつけて進めばいいんだな。どこ行った、あ、確か、そこ、そっち、待て待て、なんかダブルでジャンプしようとしたらあれだな。よしと、そこ、よし、 OK、 しっかりリング拾って、ちょ待て、リング、どこ、待って待って、いい感じ、しっかりリング回収しろ。これリングがもう命取りになるからね、やっぱスーパーソニックの歌詞は歴代そうですけど。そこ、あれ当たってない、あ、これでいいのか、ちょ待って待って、なんかやばい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 や
よしよしよし、チビチビでいいから回収しておいて。で、あれぶつかるな。外周回っていけば当たらないっていう仕組みは分かるんですけど、あれこれ当たらないよ。あれ当たったらダメージ食らうのか。おー、そうでっか。それにしてもよく見てみたら、このタイムがおかしいことになってますね。まあ、ファントムルビーってソニックフォースで明かされた設定でしたら、仮想空間を仮想現実を、思い浮かばせさせるためのやつって言ってますけど、この演出がやっぱりあれかな、時間として関わっているよう的なこんな感じなのかね。よいしょ、どこ行った。でき、そこ。でもダメだな、やっぱり手に取っていく強いとしたら、ちょおいっけ、しっかり回収して、とりあえず外周回れ。よいしょっと、どこっけ。ちょっと無理そうだと思ったら空中地上に立置いたてばいいか。へっ、これで取れていく。間違えた間違えた間違えた、これリング一遍に消費するからダメなんだよな。置いて、どこ、何か、くっ、そういうところ行くのやめて。ちょっと、もうプレイヤーのいきなりところに立ちるようになって最低よ。で、こう、ちょっと、で、一旦降りる。あ、ここにいるな。どこ、ダメか、もうちょっと、あーもう、どこ、ちょっとやりました、どこ、よしって、ちょっと飛ばされちゃったけど、いけるいける。だって弾の数なんか増えてない、気持ちいい。どこ、あ、ダメか、あの弾にぶつかったら一気に10リング落としてしまうからな、ここ注意だな。ほんとなんだろうな、ソニックアドベンチャーのスーパーソニックでの戦いってすごい分かりやすい戦い方だったのに、なんだろうな、ジェネレーションズで来てからだいぶ分かりづらくなってないか、戦い方が。操作性もなんかよく説明してくれないままなんかやることも多くなってきたし、待って、そこ？ダメ？おう、うん、これ5減らすんだよな。そこだな、ちょいちょい、エクマは冷静に見えてみればいいんですけど、問題こいつなんだよな、当たらないようにな。ダメか、こいつやったらダッシュしないと間に合わないな。うわ、もう、あー、この5リングを消費してでも特攻仕掛けるべきだわな。ちょっと和ませられる感じありますけれども、よし行くぞ。うーん、危ない、どこ、ダメ、もうなんでダメなんだろうな。こう、手を、ちょっと待って待って、こいつはいいんだよ、こいつはザコいから。うーん、4発目かけてダメか。ちょっと待って、なん、とりあえずこれしっ
回に切って、あんま突進したらな、こう、オッケー、あんま突進したとこうでな、こいつ弾かれるんだよな、正直。はい、こうオッケー、こいつは楽勝だからいい。問題こいつ、本当に。まずリング拾って、リング拾って、どこ、オッケー。でこいつは根拠しかければいい。はい、オッケー。さてリングしっかり拾ってくれよ。どこ、ダメか、これは放っておく。上の方を狙わなきゃいけないけど、もう地味めんどくさいな、このボス。よし、ちょ、待て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 、やばい、ここ OK、しっかり拾って、で、こう、よし、まだ、まだ来る？なんか増えてない？ヒロいると。これ怖いわ。なんか攻撃どんどん増えていってるような気がするんだけど。危ない危ない危ない。そこ！ちょ、ダメか。下半身の部分は当てたところでっていうところが、これ辛いよな。その戦い、その喧嘩見飽きた。よーし、いくぞ。ダメか、この初段で開けたいよな、やっぱ。待って、どこ、 OK、 よし、はい、 OK、 これでいい。これは本当に楽勝すぎるから、こいつが問題。どこ、よし、オッケー。で、こう押して。よし。何回押したらいいんだろうな、こいつ。待て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 。近い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 。そこ、ダメか。で、コイン。コインじゃないわ。コインはマリオだ。しっかりリング回収して。体勢立て直すと。そこ、持っておけ。やめろやめろやめろ。なあ、はい、 OK、 よし、あんまり動かない方がリングも回収しやすいのかな。これどこ、あっ、 OK、 来いよ、はいはい、絶対 笑うんじゃねえこいつ、本当に。どこ、はい、痛い痛い痛い、下に下下がって、どこ、どう、あ、オッケーオッケーオッケー。で、こいつは近づけばオッケー。はい。よし、だいぶパターンが掴めてきたぞ。いや、やめろ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 。ほんと。そんな鬱陶しいことやめてくれません？これで、大丈夫。もう仕方ない。無敵時間が発生したもん、それでゴリ押せばいい。よし、オッケー。はぁ。ちょっと待ってな。しっかり押せみろ。待って待って。そこ、ダメか。あれか、防御積まれているから、あんまり早くいたところでなんだな、こいつは。なるほど、なるほど。はい、OK。そうか、そうか、タイミングもしっかり見切っていかないとな。待った、やばい。危な。いい、もう、あ、やばいやばいやばい。うん、そこ、ダメか。ほい。どう、なんかやられて落としたって、どうだこれは。よし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 、オッケー、やった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 、これでオッケー。これはなんか吸い込まれていきましたが、果たしてどうなる、こっから。いつの間にいかんだね、ナックーズ。あれ、ソニックは？
おお、綺麗しぱ、さっぱり消滅、そしてソニックが登場と。はい、ということで真のエンディングということでね、強かったわ、無駄に強かったっていうか、なんだろうな、仕様しっかり利用し、仕様しっかりね、理解しないとね、全然倒し方が分かんなかった。もう本当に。ということで、もうエンディングは見たし、もういいでしょ、これはさすがに。いやー本当にこれをね、真のラスボスを動画出しますってツイッターで言ったのはいいものの、宣言してからもう3ヶ月経っちゃったっていうのがね、うん、でもようやくこれでね、うん、ひとまずは真のエンディングを出したという条件を満たしたのでね、まあクリアということで、はい、他のキャラクターのモードもありますけどね、ソニック単体やテイルスやナックルとか、あとダウンロードコンテンツで元カオティックスのマイティとか使えるモードがあるんですけどね、にしても長えな。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。消えた瞬間にソニックフォースの世界に行ったんでしょうかね、ソニックは。おそらくただファントムルビーの力で移動したとしてもなんか説明がつかないんですよね。あれファントムルビーってあくまで脳を5認識させるための仮想現実ですを作り上げる兵器ですからね。なんだろうな、カオスメラルドの力なのかな、わかりませんが、まあ、よくわかんないのでカオスメラルドのおかげってことにしておきましょうか。では、それではソニックマニアの実況をこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。それでは別の動画でお会いしましょう。アディオス。